忍、イット、戻ったぞ。ひどく消耗したからまだ目覚めてはいない。だが命に別状はないから安心してくれ。それよりもその表情、何か発見したんだな。しかもあまり喜ばしくないこと。そうだろう。私たちは大義版を見つけたの。その中には先人の残した情報が入っていたわ。ただどうやらこの空間から脱出する術はないようなの。前にこの宝器を手にした人も永遠にここに取り残されたみたい。そうか。だがまだ続きがある。さっき試したところ、大義板に力を注入すると反応があった。でもそれはあくまで封印された時の記録を呼び起こしただけで。いや、肝心なのは内容ではなく方法だ。仙人と人の力を合わせることで大義板の力を最大限に引き出すことができるんだ。大義板は根血である私に反応した。それはまだ動作していることを証明している。そして私たちの中にはちょうど純粋な仙人と術法を受け継いだ人間がいる。面白いわ、そんな発想があったなんて。仙人と人間が同時に力を注入するということか。その通り。もし私の考えが正しければ、大義板に最大限の力を注入することで完全な活性化、あるいは反転させることができる。この方法は最後、この空間と双眼鏡炎のつなぎ目を塞ぐのに使われていた。つまりもし反転させることができれば、それで出られる。その通り。その考え、筋は通っている。じゃあひとまず今は休みましょう。準備ができたらその方法を試すということで。イエラン、ショウ、準備はいいか？ええ、準備は万全よ。最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがあるの。ん？何だ？方法大義版はおそらく外に持ち出すことができないわ。多分この秘境にあるもの全てが時空と記憶の乱れによる結果に過ぎないんだと思う。私たちはそれぞれ異なる目的を持っている。そしてこの空間に現れるものは私たちの想像と推測に反応してくる。それは恐ろしいことであり奇妙なことでもあるわ。それにここにあるほとんどのものは静止している。そうなると本当に脱出できたとしても時が流れ始めれば大義板は消えるでしょう。実は私もそう思っていたんだ。でもそれだからこそ大義板に出会えたのは奇跡だと思う。これら全ては存在しないはずの槍で漆黒を壊したかのようなものだ。ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いがこの方法を呼んだのかしら。ああ、でももう一つの原因の可能性もある。それはお前の探し求めることに対する強い執念だ。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でももしその者がここにいたら、きっとお前が助かることを心から願っていただろう。こうしてみんながここに偶然集まったことはとても興味深いことよ。もしこれも運命なら私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら私を頼ってちょうだい。了解。セーラウンプ、異例降臨、群馬蛇獣、雷帝壊滅、新規服従、正規流行、定着不明、消去不能、救急如立臨。光った！やはり大義板は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。
力の意志は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りてこの地を封印する。我ら夜叉一族、世のために戦わん。金宝大将、参れ。危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。間一髪だった。ショーが中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。はあ、お気持ちはわかりますが、まあその心にある思いはきっと一朝一夕で形成されたものではない。結局私たちの方針は最後まで一致しませんでした。ですがあそこから脱出できたのはあなたのおかげです。救っていただきありがとうございました。いや、我だけの力ではない。どういたしまして。みんな疲れているけど怪我はなさそうね。ゆっくり休んでちょうだい。急いで出る必要はないから、私は先に周りに異常がないか確認してくるわ。行っちゃった。お礼を言おうと思ったのに。イエランは本当に自分が何かしたとは思っていないのだろう。彼女はショーがみんなを救ってくれたと心から思っている。恩恵を受けた以上はもう何も言えなかったんだ。ショーもそうたやすく説得されるような人じゃない。イエランも彼の心を変えるのをついに諦めたわけだ。ショー叩かれてるみたいだぞ。そうではない。確かにその言葉に誤りはない。
お前たちの意見も心に留めておく。本当か？よかった。なんだかすごいことを成し遂げた気分だ。今回誰か一人でも欠けていたら脱出できなかっただろう。それほどに危険な状況であったと言っても過言ではない。途中で誰も失わずに済んだのは実に良好だったよ。そういえば牛使い野郎がまだ起きてないけど、このままずっと眠ってるなんてことないよな。早く見に行ってみようぜ。ガーッ、ぐっすり寝たぜ。え、なんだ、何を見てやがる。体は大丈夫か？頭はどこかにぶつけておかしくなってないか？辛かったら言うんだぞ。今でも十分バカなのに、もし頭でも打ってたら。何言ってやがる。俺様はピンピンしてるぞ。逆によく眠れたから今は力がみなぎってるぐらいだ。つーか、なんか忘れてるような。そうだ、おい、俺たち地下にいたんじゃなかったのか？どうやって出てきた？話すと長くなるからまた後で教えよう。イット、私たちが脱出できたのはお前と忍と牛尾のおかげだ。私のせいでみんなを巻き込んでしまった。できれば謝らせてくれ。なこと言うなって。俺たちを助けてくれたんだ、これくらい当然ってことよ。もしお前がいなかったら俺たちは今頃リーウェの牢屋にいたかもしんねえんだからな。それはちょっと違う。親分が牢屋で私は外にいるのが正しい。うん。そうか、それなら新たな友を作るいい機会だと思ってお祝いにリーウェ校を案内し食事に行くのはどうだろうか。ああ、そりゃ最高だな。早速。腹が減った、もう一歩も歩けそうにね。私もお腹が空いた。では早速出発しよう。先輩、オイラも、オイラも行く。おい、分かったよ。じゃあ稲妻の二人は私に任せてくれ。今回は大変だったからお前も早く帰って休んだ方がいい。ああそうだ、イエランはいなくなったことだし、お茶をご馳走するという話はなしにしておこう。ああそうか、はあ、よし、代わりに伝えてやる。旅人サラタムチビスケ牛尾が伝えたいことがあるらしい。なるほど、そうしよう。牛尾のやつこう見えて思いやりのあるやつなんだな。意外だったぜ。うん。一見奥の深そうな道理でも単純なことは多い。だから牛尾の言葉は役に立つだろう。おお、この件はオイラたちに任せろ。じゃあイット、忍、牛尾、出発しよう。おう、飯だ飯。うん、また会おう。終わったか。大したことをしてきたわけじゃないぞ、ただ友達を見送っただけだからな。あら、まだいたの。さっき稲妻の二人が縁妃と一緒に離れていくのを見たわ。リーウェ校に行くのね。君たちは行かないの？オイラたちはショーと話がしたいんだ。そうだと思ったわ。周囲はすでに確認した。今のところ異常はない。これで一件落着ね。次は秘密保持の問題かしら。遠方から来たあの二人にはこの事件について黙っていてもらわないと。うわー、待て待て、あいつらにはオイラたちから言っとくから手を出すなよ。あら、そう、バレた。じゃあ冗談はここまでにするわ。今回みんなにはお世話になったわね。このことは忘れず
胸に刻んでおく。あの奇妙な地下空間はどうやって誕生し、どうやって長い間存在し続けたのか、それらについてはこれからも調査を続けるつもりよ。なんとなくこれにはより深刻で人には明かせない理由があると思うの。それに最後は誰かが助けてくれたようだったし、それ自体は別にいいのだけれど、まさか私にはその存在が何者なのか見当もつかない。まあ今はそれを調べている場合じゃないわ。後片付けや報告の仕事があるもの。私も一旦リーユエ校に戻るから。それじゃあさようなら。エラン、じゃあな。我が待っていることに気づいてたのか。うん、そうか、行きたいところがある。時間があるのなら一緒に来るか。どこに行くんだ。夜叉に関するところだ。もう少し進めば道尺のために建てられた寺に着く。この地へ来たのは何か感ずるものがあったからだ。それってあの地下空間で何かを感じたってことか。うまくは説明できぬ。不捨と愛、過去に戻ったかのような錯覚に陥った。夜叉の一生とはよく言えば勇猛であり果敢だが、その実は殺戮によって締められている。壮絶な戦いを経て死ぬことは不捨にとっては本望であろう。我もそうだ。我は長く生きすぎた。人を救うために死ぬのならそれも悪くない。ああ、あるいは我のような考えはある種の狂気と違わないのかもしれない。おい、そんなこと言うなよ。そうだ、牛尾に託された大事なことなんだ。なんだ。牛尾には鬼を払う力があって、鬼から身を守るためにあいつは使われてきたんだ。でもイットに会ってからはずっと一緒にいる。牛尾には理屈とか道理とかそういう難しいのはわからない。ただ一緒に生きると一番楽しい、そう思った人についていくだけなんだ。本来この世界で生きることに決まりなんてそんなにないんだと思う。だから夜叉の力が人に害を与えるとしても、みんなと一緒にいられない理由にはならない。そうだ、例えば神の目を持ってたら多少はその力の影響を受けなくて済むんだろ。それにとにかくお前のことを気にしてるやつはいっぱいいるってことだ。その言葉、まるで不捨たちのようだな。奴らはいつもそのように言っていた。世が公平となれば人間たちと共に生活するのだと。そ、大義盤にあった不捨の姿は狂気に満ち、常に金宝やミヌといった称号で周りの者を呼んでいた。それら名は全て御夜叉を指す。金宝とは我のこと、そしてミヌとは深淵大将のことだ。他にも羅漢大将、抜難、過疎大将、王達がいる。世の者は我ら五人を千秋夜叉と呼ぶそうだ。不捨とイエランの先祖は地下に取り残された。つまり二人が最後に抱いた思いもあの空間によって読まれたということ。イエランの言葉はいずれも事実だ。我と彼女の策には双方欠点と正しいところがあった。ただあの空間の力が我らを遥かに上回っていた。お前らの協力がなければここに来ることはできなかっただろう。最後の瞬間、渾身の力を振り絞り、かろうじて一瞬の突破口を作ることができた。それでも十分すごかったぞ。エンヒもイエランも間違ってはいなかったが、我は常に最悪を想定していた。その思考は根深く、それでも
思いつく限りの策だった。あの時もし帝君が手を差し伸べてくれていなければ、我は生きてあそこを出られなかっただろう。結局は迷惑をかけてしまった。でもそれが普通じゃないのか。お前と勝利じゃなくてお前と元王帝君は深い付き合いなんだろ。お前もいっぱい助けてきたんだし、帝君の方がお前を助けてもおかしくないだろ。うん。あの空間から脱した瞬間、不赦の記憶をかすかに感じた。今回得られたものがあるとすれば、それだ。一人でも多くの者が奴の記憶を持つのも、悪くない。みんな、どこへ行っていた。夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白陽、あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白陽、白陽。お前が白陽なら我は何者だ。こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと。ならん、お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印、はあ、そうか。我は戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か。この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白陽、お前は家が恋しいか。兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金宝、お前なのか。誰が金宝だ。まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。我の思い出した。お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。兄者、不赦の兄者。おい、不赦。不赦。我の名は不赦。その意味は、不祥は塵、万般を赦す。今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときはあまり隠さずに済め。お前は一度でも天命を感じたことはあるか。生の可能性、死の到来、
何でもいい。今に至って我は理解した。天命とは夜叉が最も好みに感じる厄災だ。それはまごうことなき悲壮だが、我らは恐れぬ。ショウ、構わん。帝君はお前を見届けるものだと言っていた。世の中のことはお前と語るべきだろう。罰なん、見ぬ。王達は命を落としたが、不赦だけは行方不明のままだった。これは棘のように我の心に刺さっていた。それゆえ、危険を承知で、双眼へと向かったのだ。これでようやく、かつて双眼巨炎で起きたことを知り、区切りをつけることができた。あの時、空間を出る前に石を手に取った。もしうまく持ち出せていたら、この石を不赦の代わりに、道尺を弔う寺に置くつもりだったのだが、残念ながら、それは残らなかった。我ら五人の誰よりも若かった道尺は、千年前の魔人戦争で死んだ。あいつが戦死した時、不赦は深く悲しんでいた。夜叉は師匠と隣り合わせだ。まるで空を飛ぶ鳥のように各地へと散った。罰難曰く、夜叉の魂には帰る場所がないという。不赦、白陽、そして少子たちは、英雄か。いい言葉だ。厄災は尽きぬが、属性には情がある。たとえ修羅であろうとも、思慮する存在がある。お前の言う通りだ。ここから先、世の英雄たちは互いに支え合っていくべきだろう。お前たちか。すまないが、少し待っていてはくれないか。今、手が離せない状況でな。ああ、互いによく知る友人だ。そのようなことを。それは興味深いな。時が経つにつれ、心を開くようになったということか。おや、何かあったのか。俺の耳には届いていないが。とぼけてなどいない。うん、先ほどのセンス、実に良きものだな。俺はただの肝心に過ぎない。司法をさすらうのもごく自然なことだ。道中何かに遭遇したのなら、それは縁によるもの、礼など必要ない。この広大な世へと思いを馳せるには、まだまだ各地を見て回るべきだから。そんなことはない。俺は今やただの人だ。人は常に今を生きている。竜は空へと舞い、天下を駆け巡る。心は高みにあり、まさに広大無変。何も間違ってなどいない。東西南北、至る所に喜びは満ちている。天地三界、それすべてが佳境だ。今後も時間が許す限り、世を渡り歩くことだろう。